そして今日やるところは種式の時代です。ついにカナンを定住の地にするところをするわけですけども、その後サウル王、それからダビデ・ソロモンと来て分割、南ユダ国と北イスラエル国に分かれて、そして南ユダ国、北イスラエル国、特に北イスラエル国は紀元前722年にアッシリアに滅ぼされた、サルゴン2世から滅ぼされた。でその後十部族がどこに行ったか分からない、未だかつて分からない。南ユダ国も同じように紀元前586年に新バビロニアのネブカドネザル2世から滅ぼされて、48年間捕虜の身になった、連れて行かれたわけですね。そういう経緯があります。ちょっと前行きが長くなりますので、ちょっと途中で端折りますけども、そういうところから今日はですね、いわゆるカナン定住のところをいたしたいと思います。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記までやりました。これはモーセ5章、トーラ、立法と言われるものですね。最後のところを皆さん、申命記のところで再三申しましたように、神から再び立法を命じられるというこの意味なんですけど、申命記のもう一個確認ですね。呪いと祝福を繰り返し繰り返し申命記の中で言われます。あなたたちは私を裏切るだろう、神を信じないで神々を来賛するだろう、そして私を忘れてあなたたちは滅ぼされるだろう、しかし私の名をもう一度思い出すときに私はあなたたちに再び力を与える。この申命記が立ち合いどうなるか、これがヨシュア記です。モーセ、偉大なる指導者モーセの後に任じられたのはヨシュアでした。ヨシュアというのはどういう意味かと、ヘブライ語でヨシュアというのはですね、神は救いという意味ですね。そしてこれがギリシャ語になりますとイエスという意味ですから、普通の名前です。ありがちな名前、日本で言ったら太郎みたいなもの、太郎みたいなものですよね、普通の名前です。ですからヘブライ人の中では普通の名前ヨシュア。これはどういうところかと言いますと、イスラエル人がカナンを征服するまでの物語、考えてみてください。アブラハム、イサクの時代から考えたらもう450年も経っている。カナンに戻ってきましたら驚くほど高い文化水準を誇っていたんですね。立派な城壁、そして美しい町々、そしてその農園、立派な服を着た人たち、そして立派な職人たち、それを見てもうびっくりするわけです。その人たちは巨人に見ました。大きくて強い人たちに見えました。気持ちが泣いてしまうわけです。こんなに人がいるのに、どうしてこれが自分たちの土地になるのだろうか、戦闘意欲をなくしてしまいます。そこで立ち上がったのがヨシュアです。ヨシュアはどのようにして戦いを始めたのかと言いますと、最初の戦いはエリコの町、有名な話です。エリコの町、これはヨルダン川の向こうにあって立派な城壁を持っていた。まずエリコの町を落とそうとしたわけです。それでこの偵察に行くんですね、二人がですね。最初そうしましたら、どうもスパイが来たみたいだということで、こうそのラーブというね、女の人がいるんですけど、そこに来るんです。お前かくまってないか。実はかくまってたんですけども、いや知りません、ああそうだったんですか、来ましたけど帰りました。こうでラーブという人にですね、ラーブという人がですね、その二人のイスラエル人に、どうか私のことを救ってください、私はあなたたちの神を信じてますとこう言って、こういうことを言うんですね。それで町がどういう様子かっていうことをヨシュアに伝えるわけです。ヨシュアはあまりにもそのエリコの町が完備されているので不安だったんですが、その神のお告げがありましてですね、契約の箱、ご存知ですね、契約の箱、その神から授かったモーセの実戒が刻まれている、この石板が入っている、それから杖ですね、それからマナの壺が入っている、この契約の箱をですね担いで、そして6日間ですね、毎日1回だけ城壁の周りを回りなさい、そして7日目にですね、7日目は7回回りなさいと言われるわけです。7回回り終わったらですね、このラッパを鳴らして時の声を上げなさいと言われるわけです。
それで言われた通りにして7日目に7回回って時の声をわーっと上げたら城壁がガラガラガラーと崩れてしまった。それでエリコの町はすぐ落ちてしまう。これ面白いんですけどね、現代の人が見てそんなバカなことあるわけないじゃないか、7回回って言葉なんな、私も回ろうかしらっていう人がねいらっしゃるかもしれませんけどね、意味がありましてね、先ほど申しましたようにチャクラのところで話しましたが、7というのはですね、数字には完全という意味、完成とかいう意味があるんですよ。これ面白いんです、聖書の中で覚えておくと便利なんですが、例えばですね、6というのは不完全という意味です、聖書の中ですよ。ギリシャではですね、6が完全という意味です。なぜかと言いますと、皆さん6という数字はですね、完全数なんです。それは1プラス2プラス、約数は1、2、3ですよ。6は6自身、それ自身を除けば1、2、3足したら6になるでしょ。 1×2×3 も6になりますよ。2、3が6で、ですから神秘的な数字だとギリシャ人思いまして、これを完全数だとギリシャ人思ったんですが、聖書の中では一つ足りないということで不完全だというふうな考え方をしております。まあ、ついでに言いますと、ギリシャ人はですね、数字にいろんな意味を与えておりまして、2は女で3は男だ、男と女をかけると6になる、 2×3 は6だ、6は完全だ、6が愛だというふうに考えたわけです。まあ、聖書は違いまして、この7が完全という意味があります。それからそうですね、まあ、12という数がよく出てくるでしょ。12使徒、12部族、12の教会、これユダヤ人とか教会を表すものです。それから24という数字も出てきますが、24というのは天の長老たちとか満場一とかそういう意味がありますね。それから144という数も出てまいります。これは何かと言いますと、 12×12 ですから、これ完成、これも完成という意味があります。ですからよくグループ形成するとき144という数などを使うグループもありますね。これはここから来ているわけです。まあ、それで、この7回回って、エリコの城壁が崩れ落ちた。そしてですね、次から次にですね、落としていくわけです。もうこれ聖書を読んでると、ね、気が遠くないぐらい戦いが長いです。ヨシュア記は、まあ、簡単に言いますと、まあ、占領しまして、ついにこのカナンの地を自分のものにするわけです。そして占領した地域をですね、12の部族に分けます。くじで分けるわけです。ただしレビ族はですね、レビ族は、土地はもらえません。これは416ページのところにこれはっきり書いてあるんですよ。なぜかという理由ですね。レビ族は祭司ですよ。祭司というのはこの、宗教儀式を執り行う人で、416ページにですね、それがはっきりと書かれているわけですね。この14節に、ただレビ族には私業の土地は与えられなかった。主の約束された通り、イスラエルの神、主に燃やして捧げる捧げ物が彼の私業であった。つまり彼らの仕事はですね、祭司ですから土地は与えられなかった。で、その本当はですね、12氏族というんですが、本当は13あったんです。なぜかと言いますと、ヨセフの子供たちが2人いました。エフライムとマナセというのが、本当は13なんです。これレビ族を除きます。ですから、12氏族と言われるわけです。土地は持ってなかった。レビ族はですね。ですから、例えばその土地を分けられまして、自分たちのそのシンボルを決めます。例えばルベン族だったらアサヒ、シメオンはトウ、エフライムはオウシ、ユダはライオンの子、ゼブルンは船、イサカルは痩せたロバ、ナフタリは、メジカ、それからダンはヘビ、ガドは天幕、マナセヤシの木、ベニヤミンオオカミ、アセルオリーブの木というふうにですね、自分たちがこうシンボルを決めるわけですね。そしてそれぞれその土地をもらって、そこで生活、まあ、共同体を作っていくわけです。さて、いよいよヨシュアも年取りまして、ついに別れの時が来た。まあ、110歳で死ぬんですが、これ同じようにですね、まあ、モーセと同じようにですね、この434ページになりますが、同じことを言います。決して神を忘れてはいけないということを言うわけです。同じことをですね、ヨシュアの告別の言葉っていうのがあるわけです。よく似てます。モーセと同じようなことを言っております。なんて言ってるかと言いますと、もしあなたたちの神主が命じられた契約を破り、他の神々に従い仕え、これにひれ伏すなら、主の怒りが燃え上がり、あなたたちは与えられた良い土地から速やかに滅び去ると、こういうことを言ってるわけです。
ですから同じようなことを言ってるわけですね。先生どうなったか。やっぱり同じことをするんですね。もうヨシアがいなくなってしまいましたらですね、やっぱり厳格な神を、厳格な契約といいますか、その律法を守るよりも、どうもやっぱカナン人の神々の方が良さそうだ。バールとかね、アシタロとかいるんですよ。バールというのは農業の神様ですけどね。この恵みの神ですよ。もうたくさんの豊穣を祈るバール神とか、アシタロとの方がどうも楽しそうだと、お祭りが。それでみんなですね、だんだんと離れていくわけです。年が減るにつれて、だんだんとそのこの、神々の世界に近づいてまいります。このヨシアキというのはですね、大体その、いや、ヨシアキじゃなくて、シシキというのは、次のシシキというのはですね、ヨシアの死後200年ぐらいの間のことが書かれているんですが、はっきりした指導者がおりません。ただし、シシキの中に裁き人という10人の獅子が出てきます。まあ、ちょっとカリスマ性のある指導者ということですね。12種族の全体のじゃありません。一部族の、まあ、ちょっとした指導者的なものが出てくる。これがもう出てまいるわけです。それで、この12人全部この喋ってる暇ありませんから、2、3例を挙げたいんですが、デボラという人がいる。デボラって女預言者です。この女預言者。で、だんだんとその、このイスラエル人たちがですね、神々の世界に近づくもんですから、カナンの人々が強くなった。特にカナンの王にヤビンという人がいました。このですね、ヤビンのに将軍シセラという人がいた。これはですね、900台の戦車を持っていた。鉄の戦車、非常に強かったんです。そしていつもいじめられていたイスラエル人たちは。それでこのデボラがですね、デボラのところに神が宿って、その戦いなさい、力を与えるからと言われまして、このバラクという男性に声をかけるんです。そうしました。なんて言ったか。あなたも一緒に来てくれますか。女預言者に言った。男が、あなたが一緒に来るなら戦ってもいいです。こういう人がいますね、世の中に今ね。あなたが来るなら私も行くわっていう男がいるんですよ。それでもうデボラはがっかりしましたね。まあ、あなたはね、あなたみたいな臆病な人見たことがない。こういうわけだから、勝利は得ても栄光はある一人の女性に与えられますよ、とこういうことを言う。で、実際にですね、このバラクが1万人ぐらいの兵隊を集めるんですよ。タボル山と山にこの陣を張りましてね。そうしましたらですね、将軍シセラがですね、何をこしゃくなって言うんでね、戦車でもってこのドーッと攻めていくわけですよ。そしたらそこに大雨が降りましてね、戦車がぬかみにこうグーッとのめり込んで動かなくなった。そこを一気にですね、山から駆け下りましてですね、みんなを殺してしまうんですよ。でシセラはですね、逃げる、一生懸命逃げるんですよ。そしてですね、このヘベルという人と知り合いだったんです。ヘベルという人のですね、テントに逃げ込んだ。奥さんがいまして、ヘベルの妻がですね、なんて言ったら、ヤエルという人なんです。この人がですね、この皮袋の中のミルクを飲ませてくれた。疲れたでしょう。で、ミルクを飲んでね、疲れてぐっすりと眠った。そこをですね、見計らってこのヤエルという人がですね、皆さん気をつけてくださいよ、親切な女性には気をつけた方がいい。このテントを張る釘があるでしょう、長い、あれを持ってきてこめかみのところに刺してですね、この土でガンッと言ったらね、こっから突き抜けて土までガーンとこう刺さったって言うんですから、即死です。まあね、楽な死に方だったかもしれませんけども、それで栄光はこのヤエルという女性にこの着されたということが載ってますね。で、名誉は一人の女にと言われたこのヤエルのことだった、こういう話もあります。それからギデオン、一度話しました。最近というか昔からですけど、聖書をですね、この無料で配ってらっしゃるんでしょ、よく。ギデオンアソシエーション教会と、発音がね、私はもう教会と何ですかね、教会ですかね、チャーチじゃないですよ、教会で十字架協力の教会と書いてね、ギデオンと書いてあります。名前入りの無料でこう配布されて、あれ、ここギデオン、ここから来てるんですけどね。これも同じですね。このギデオンという人がいた時代に、このやっぱりこの神々ばっかり礼賛するもんですからね、このバール神を祀ってたんですよ、このイスラエル人が。そうしましたらミディアン人がどんどん強くなってきた。でもう悲しくて仕方がない、ギデオンは。それでですね、このバール神のですね、祠を壊すんです。
父親がね、みんなが部族が祀ってるバール神の宮を壊してしまう。でそれで燃やしてですね、その上で牛を捧げる。朝起きたらびっくりするわけですね。バール神が壊されて、誰がしたかってことだったら、このギデオンだってことが分かって、みんながね殺そうと詰めかけた。その時父親が言ったんですよ。もしバールが本当の神なら、神がちゃんと復讐するでしょう、神がすべきことをするでしょうと言ったら、まあそれもそうだと言って引っ込んだんですね。それでギデオンはですね、神から言われて戦いなさい、人を集めなさいと言って声をかけた。3万2000人集まった。ずいぶん集まったもんですけどね。そしたら神が言われた。多すぎる。これでもし勝ったら自分たちの力で勝ったと思うだろう。だから臆病なものは帰りなさいと言いなさいと言った。そこで聞いた。戦いが怖いと思う者いるか。そのものは帰れと言った。ごっそり減ったって。正直だったんでしょうね。もう2万2千人帰ったって言うんですから、あと残った1万人で、神が言われた。まだ多すぎる。水を飲ませなさい。口からね、手ですくって飲む人だけにしなさい。口をつけて飲むような男はダメだっていうね。見てたらですね、ほとんどの人間が直接水のガバッと口入れて飲んでた。300人だけがこうやって大事に水飲んでたってですね。それで300人の男を選び出してこの攻めていくわけです。その時にですね、3体にこの300人を3つに分ける。100人ずつの体に分けまして、それからラッパと空の壺を持ちまして、壺の中に松明を入れてましてね、そして攻めていって、でラッパを吹き鳴らして松明をわーっとかざしたら、ものすごい大軍が来たと思って敵が逃げまして、敵を打ち破った。こういう話もありますね。まあ、それから皆さんよくご存知のサムソンとデリラ、これは有名だからご存知でしょう。怪力サムソン、ね、サムソンって名前よく使いますでしょ。このサムソンっていうのはちょっと変わってましてね、変わってましてっていうのは、どうもこの、裁き人、主席っていうか、このどうもこの指導者らしくない人ですね。サムソンの時代にはですね、ペリシテ人が強かった。ペリシテ人っていうのはですね、目はですね、目がこのブルー、髪は金髪、白人です。背が高い、こう海の民ですね、ギリシャ系ということですよね。非常に強かった、その時代の話です。このサムソンはですね、このペリシテ人の女性を好きになるね、青い目で金髪、ああいいじゃないかって言うんでね、好きになったのかどうかしません。サムソンが親が嘆きます。どうして外国人の女性をと結婚しなければいけないのか、嘆き悲しむんです。しかし彼は言うこと聞きません、わがままですから。そしてその女性のところに行ってたらライオンが出てきた。ところが怪力ですから、ライオンを掴むとヤギをひねるようにぐじゅっとひねりこしてちぎって捨てた。ライオンを殺した、放り投げてた。ある日また通ってたらですね、ライオンの腐ったところに蜂が巣かけてた、ミツバチが。で見たらですね、蜂蜜があったから、それを蜂蜜を取って舐めながら女性のところに行った。でついにこの結婚することになりましてね、女性と。そして30人ほどこのペリシテ人を呼んだわけです。要するに宴会、結婚の祝宴に呼んだ。1週間続くんですよね、祝宴という。その時にサムソンがペリシテ人にね、謎々を出した。謎解き、退屈しのぎだったのかもしれませんけどね、俺が謎を出す、これ謎解いたらお前たちに上着とそれから下着をやろうと、1枚ずつ30枚用意しよう、それから逆にあなたたちが負けたら私に1枚ずつくれと、上着と下着をくださいと。こういう、どういう謎かと言ったらですね、こう言ったんですよ。食べるものから食べ物が出て、強いものから甘いものが出たということ、この謎を出したんです。何のことか全然分かんない。そこでペリシテ人は怒った。それでサムソンの奥さんに向かって言った。あなたたちは私からその盗人のように私たちのものを巻き上げるつもりですか、結婚式のその祝宴にお祝いに来たのに。もしその答えを教えてくれなかったら家を焼き払う、とこう言われ、それで奥さんは怖くなりましてサムソンに聞くんですよ。しかし教えない。でも奥さんが泣いて頼むんですよ。私は愛してないんですか。とうとう7日目、時間切れ寸前に教えるんですね。そしたらそのペリシテ人が答えを言うんですよ、ね、
蜂蜜より甘いものがあろうか、ライオンより強いものがあろうか、こういう、それで怒るわけです。これ教えたなって言うんで怒り狂いましてね、ペリシト人が住んでるところに行きまして30人殺して木を奪う。ペリシト人が奪う下着と上着を奪って、その祝宴に来ている30人のペリシト人に放り投げる。それで飽き足らずに出ていく、ふんと出ていくんです。それで女性は捨てられたと思いましてね、まあ他の男にその父親が嫁がせるんですが、しばらくてまた気が変わりまして女性のところに来るわけです。でどうしたか、私の妻はどうしたか、え、あなたはもう結婚しないのかと思って他の男にやりました、怒るわけですよサムソンが。まあそう怒らんでくれと、妹がいる、妹が、妹の方が美人だからどうだ、言うけども気が収まらない。そして出て行ってジャッカルをね捕まえ、300匹捕まえて、そしておっぽとおっぽを結びましてね、そこに松明つけて麦畑の中、それからオリーブの木の収穫時期に放り込んだ。焼けましてね、ペリシト人のその大事な農作物焼けた。それでペリシト人は怒ってですね、軍隊を持って攻めてくる。それでイスラエル人たちは困る、あんた変、もう大変なことしてくれた、私たちは戦ったらかなわないんだから、じゃあ縛って出せばいいだろうっていうことでね、このロープで縄でくくりまして差し出す、サムソンで連れていかれるんですよ。1000人ぐらいいるんですけどね、連れていかれ、そしたら誰もいなくなったところでブチッとこう切りまして、周りを見ました、武器がなかったからパッと見たらロバの骨があった、ロバの骨を取ってロバの骨で1000人を撃ち殺したって今出てる。怪力だった。しばらくてこのデリラという女性を好きになる、ペリシト人。どうもこのサムソンっていうのは金髪で青い目が好きだったんですね。それで今度はペリシト人がね、デリラになんとか弱みがあるはずだと聞き出してくれって言うんです。それで私を愛しているならあなたの力の秘密を教えてください、こういう。俺の力か、実は俺はこう弓ね、弓のこの張ってるこの糸がある、弦っていうんですか、糸がある、あの7つのこの弓で私を縛ったら私は動けなくなる、こういうんですよ。それで実際に眠っているところをぐるぐると縛る。そしてペリシト人を待機させて、あなたペリシト人が来たわよと言ったらパッて目が覚めた、ブチッと切れた、 あなた私に嘘ついたのねってことでね、本当のことを教えてって言うわけですよ。実は俺は新しい一回も使ったことのない縄でくくられたら力が出ないんだと、こういうわけ。それでまた眠っている時に新しい縄でねくくる、ペリシト人が来たわよとパッと起きただけでブチッと切れた、あなたやっぱり私を愛してないのねと言ったら、分かった分かった、じゃあ本当のことを教える、とこの髪の長い髪を7つに分けて旗織りの旗に一緒に旗で縦に折ったらいいと、折り込んでしまった布に、そしたら俺は動けないんだと言うんですね。これは本当じゃないかということでそのようにさ眠ってた、ペリシト人が来たよって言ったらバッと来たらもう旗織り機ごとブワーンと吹っ飛んでしまった、やっぱりあなた私を愛してないので3度も嘘をつくなんでと言った、3度目の正直と言うけどあなた全く私嘘ばっかりじゃないのと言って泣いた。サムソンは涙に弱かったんですね。男は涙に弱いんですよ。そこでついに教えた、実はこの髪の毛を切ったら力が出ない、私もそうです、髪の毛どうも短く切ると芝居にどうも今そう力が入らないから、もう伸ばそうかと思って今ちょっと伸ばしてるんですが、ちょっと鬱陶しいという、まあ、評判ですけどね、まあそれはどうでもいいんですが、それで髪の毛切った、どうなったか、ペリシト人が来たわよと言ったらいつもの通り戦おうとして力がどんどん出なくて捕まって殺されるとこだったんですが、今まで散々いじめられたからこいつはなんかいかん、ただじゃ済ましちゃいかんということで、ペリシト人は目をえぐり出して、そして地下の小麦、麦を引く地下牢に入れられた。そして時が見てばね、晒し物にして笑い物にしようとこういうわけです。そしてサムソンは自分のそのことを振り返って、自分の愚かさを悔いたことでしょう、地下牢で光を失って。そして月が経ちました、一月が経ち、二月が経ち、そしてその頃知らず知らずに髪の毛がまた伸びていた。そしてついにペリシト人のダゴンの、ダゴン神、彼らの神、ペリシト人の神ダゴンの祭りの日が来た。
その神殿に何千人という人が集まった。そうだ、今こそあのサムソンの晒し物にして笑おうじゃないかということで引っ張り出した。彼は近くの人に柱がどこにあるか教えてくれと言った。とこの柱を押さえながら、主よどうか私の罪を許してください、私を覚えていらっしゃったらどうか今一度私に力を与えてください、私はこの柱と共にペリシテ人と共に死にます。そしてこの大きな柱をグイッと叱られるとバキバキバキッと折れて神殿が崩れてみんな下敷きになって死んでしまったという話。サムソンと一緒、サムソンも死んだというこういう話が出てくるわけなんですね。これがサムソンとデリラの話、映画にもなってますから興味ある方はビデオ屋さんに行って、あると昔の映画ですけどね、サムソンとデリラっていう話があります。でこれを見て男性は勉強して、女性甘い女性こういう言葉に気をつける、で女性も男性は嘘をつく、3回嘘をつくと思ってお互いに勉強すると、ああよかったなということになって、今日は何の話だったか分かんなくなりますけども、もう時間なくなりましたかね。ちょっともうルツキに行きたいんですが、ちょっとこう大事な話なので、この辺りにいたしましょう。このなかなかですね前置きが長くて本題に入らない、そしてそのなぜ本題に入るところで終わるかと言いますと、ここに深い意味があるわけですよ。なぜか、ああもっと聞きたいなと思うところでやめると、皆さんあもっと聞きたいとこうなるでしょう。だから前置きが長くて本題がちょっとするのは、この私の作戦なわけですね。そういうことで皆様方も何か自分の人生、あるいは仕事、結婚生活、もしくは恋愛、そして仕事の現場でこの方式を生かさなきゃいけない。ただしあの人前置きだけの人ねと言われても困りますけどね、まあそのあたりを気をつけて、もう聖書をもっと深く学ばれますと大変にこの自分の人生に新しい展望が開けてくると思います。まあ次回をお楽しみにしてください。どうもありがとうございました。終わりますと言ったんですけども、申し訳ありません、あの冒頭にですね、あの小野の妹子の話をしました、遣隋使の話をいたしましたが、その時に、まあ、あの小野の妹子は女なのに、小野の妹子ですと言ったんですけど、逆ですね、男なのに小野の妹子、妹のことがあえて小野の妹子ですと、まあ、こういう、まあ、軽い冗談を言ったわけです。まあ、ついでにですね、まあ、あの遣隋使の話を少ししておきますと、まあ、私たちがあの教科書等で学びます、まあ、有名なのは607年の小野の妹子の遣隋使ですが、実を言いますと、その以前にですね600年に実は第一次の遣唐使がなされているわけです。これは日本側には記録ありませんが中国側に記録がありまして、まあ、その時はあの文帝に、まあ、死断され虚しく帰国と、こういうことが記されているわけですね。まあ、文帝というのは、まあ、いわゆる楊堅、まあ、楊堅という人がですね、まあ、581年に、まあ、あの国号を隋と改めるわけですけども、まあ、考えてみますと、まあ、漢の時代から考えましたら漢、それから魏蜀吴の三国時代を経て、まあ、秦、それから五胡十六国、南北朝とこの長い分裂時代にこの収拾を打ったのがこの文帝ですね。文帝、まあ、後でこの南北朝を統一します、秦を滅ぼしまして、この隋を立てて南北朝を統一するわけですね。まあ、しかしこれは間もなく604年に、まあ、次男の楊公に暗殺されたのではないかと言われておりますが、この楊公が第2代の皇帝になりまして楊代と、まあこの時代にですね、小野の妹子を派遣された607年ですね。まあ、その時の国書に、まあ、有名な非いずるところの天使、小非没するところの天使に立つつつがなきや、まあこれを読んで帝、これを見て喜ばずと、まあ帝というのはこの隋の皇帝、楊代のことですね。楊代は、まあ、この書を読んで、不快に思ったということですね。まあこの煬帝という人は大変にこの偉大な事業をたくさんやりますね。例えば、まあ、楊子江と洛陽を結ぶための大運河を建設したりですね、それから万里の長城の修復をしたり、まあ、それから立派な建物をいろいろ建てたりですね、まあそれからこのがしかし、まあこういったことはですね、大きな、まあ、土木工事というものは、まあ、逆にその民を疲弊させるわけでしてね、まあ、それからこの、まあ、3回にわたる高句麗の遠征にも失敗しまして、618年、わずかこの37、8年にてですね、隋を滅ぶことになるわけですけども、まあ、あのこの煬帝のことですが、確かにこの書を読んで、憤慨したということが記されているわけですけども、どういうわけが608年に、まあ、あの国司としてですね、日本にあの送ってるわけですね、廃政制。つまり、小野の妹子が帰るときに一緒にこのついてきた。
はい、先生って送った。どうしてじゃあ、告示を送ったかと言いますと、まあ、当時、まあ、高句麗と交戦状態にありましたから、この和国、つまり日本がですね、高句麗と結びつくのを恐れていたからではないかとこう言われているわけです。それからまたその608年にはまたこの小野妹子が行きますけどもね、まあ、その時なんですよ。その時この第3次に当たるわけですが、その時ですね、渡来人の子孫8人が留学生あるいは学問僧として図に渡っているというこういう記録があるわけです。渡来人の子孫というのが出てくるわけですね。ですからもともとその中国から来た子孫が、まあ、中国に、まあ、学びに、帰国したという感覚ではなかったかと思うわけですね。特にこの明という人は632年、あるいは高向の原理、南淵の松庵とこういった人たちは640年に帰国してますから、まあ、618年の隋の滅亡あるいはこの唐の成立というものを同時に体験している。そしてこの隋と唐のですね、聖隋 H というものを日本に持ち帰った。実際ですね、この明とこの高向の原理はこの国の博士としてですね、まあ、ブレーンになってますね。後ですから645年の大化の改新のこのブレーンになった。つまり中富の鎌足や中野大江の王子の大変なこのブレーンであったということがわかるわけですね。ですから、まあ、この講演の冒頭に申しましたその、空海もまた渡来人の子孫であったということを申しました。母方アトシというのは渡来人の子族であった。ですから空海は明らかに渡来人の子孫であったと、こういうところがですね、この最初のキーポイントであったわけですね。まあ、遣唐使のことを少しだけ、簡単に述べておきますと、まあ、630年から始まるわけですけども、この第一次の遣唐使の国使というのはですね、犬神の御助、犬神の御助というのは以前もですね、遣隋使最後の遣隋使としてですね、614年に隋に渡っているわけですね。その後唐になりまして、唐の時代になって630年の第一次の、まあ、遣唐使の国使として犬神の御が選ばれているわけですね。それからこれはもう894年菅の道真のがもうやめましょうというまでこの続いた、まあ、十数回にあたって遣唐使は、まあ、20年ごとにこの送られたわけですけども、日本は多くの H をその中国から学び、そして近代国家といいますか、その新しい国づくりに、まあ、役立ててきたわけですね。そういうわけでその、中国と日本の関わり合い深い、その中に流れているものは、単に中国思想だけではなくて、もしかしたらこの聖書の世界が、ずっと以前に私たちが知っておりますフランシスコ・ザビエルの、キリスト教伝来以前に、キリスト教というものがその僧たちによって学ばれていたのではないかということを、申し上げたわけです。時間がありませんのでこの辺りで終わりたいと思います。また来月お目にかかれるのを楽しみにいたしております。ありがとうございました。